小城市は、佐賀県の中央部に位置する市である。小城市街千葉城石展望所から天山、牛津町柿瀬から、小城市中心部周辺の空中写真。1981年10月12日撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。佐賀県の中央部に位置し、 県庁所在地佐賀市に隣接する。市役所本庁の所在地である旧牛津町中心部は佐賀市中心部から真西へ約1 0トルの場所に位置している。地域の内北部は天山の一部をなす山地だが、その他の地域は佐賀平野の一部をなす低平地である。地域南部は有明海に面している。夏は高温多湿でやや蒸し暑く。 冬は乾燥した北西の季節風が強いのが特徴。欠片の気候区分は CF。合併当初は文庁方式で解散した各庁の町役場を利用していた。2013年1月に前、三日月庁舎の場所に庁舎が新設され、かつての旧庁役場を利用した庁舎はすべて閉庁となった。以前設置されていた庁舎出先機関天山酒造の酒蔵群。 村岡総本部の本店、洋館資料館統計はすべて2010年10月1日の国勢調査のもの。JTB 時刻表による代表駅は牛津駅である。この両線が分岐する久保田駅は佐賀市に属するが、同駅周辺を小木市との協会が通っているため、同駅が利用可能な地域がある。コミュニティバス以下のコミュニティバスを運行している。詳細は、 市内巡回バスを参照。高速道路、一般国道県道桜城間ううしず赤レんが間、小木洋館牛尾梅林差里山の棚田、須賀神社三匹祇園の引山旧小木町域は、小京都と呼ばれる地域の一つである。ありがとうございます。